こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。皆さんお久しぶりです、なかなかちょっと YouTube 撮影ができず、更新が時間がねかかってしまいましたけれども、たくさんの方にまだですかって楽しみに待っていますと、お言葉をいただき本当に光栄です。待っててくださってありがとうございます。さあ今日は、初夏のもこもこふわふわしたスモークツリーを使ったブーケを束ねていきたいと思います。まずは花材の説明をしていきます。バラクリスタルドレス、とっても爽やかないい香りがします。もう大好きな香りです。濃すぎずっていう感じよね、とってもねお上品です。リシアンサスアンバーダブルショコラ、とっても美味しそうなチョコレート色です。フリフリ可愛いですね。フリフリ、これもモコモコしています。フレークチョコラータチョコ非常に香ばしそうな、ね、黒色の、黒冷えです。そして皆さん思わずビールとともに食べてしまいそうな枝豆ではなくて、これはルピナスの出てきた振り絞りましたルピナスの種です。実ですね。すっごいプクプクして美味しそうでしょ。食べないでくださいね。マメ科の植物ですので、こういった鞘の、実がなります。そして、キイチゴベビーハンズ、ニゲラの実、品種がトランスフォーマという、ちょっと男っぽいねいかつい感じの実です。かっこいいですよね。このままドライフラワーにもなります。そしてローズゼラニウム、葉っぱを触るとふわっといい香りがします。キャンドルとかでもね、虫除けスプレーでも、ローズゼラニウムの香りとかありますけれども、非常に爽やかです。あ、いい香り。はい、風がそよそよそよぐワイルドオーツすごい、でも今日は振り絞れてる、大丈夫ですね。はい、ユーカリ、そして最後にタフットリキュウソウ、スモークグラス、さあこれは何でしょう。チンシバイ、コンペイトウのような、あの小さな小さなつぼみからパンと弾けてたくさんのお花が咲いてくれます。とっても可愛いですね。そして後ろにもありますけれども、スモークツリー出てこない、なかなか今日で、ちょっと時間が空いちゃうとうっかりすっかり忘れちゃいますねふわふわもこもこ入れていきたいと思います。ではこのとってもねお上品な、ブラウンベージュ系のお色目で、スモークツリー初夏を感じるブーケ束ねてみたいと思います。では早速束ねてみましょう。なんか1年ぶりぐらいに感じるめちゃくちゃ空いたよね。もう本当に
でもその間もね、お店では本当たくさんのお花を束ねさせていただいてたんですが、監督と全然タイミングが合わなかったですね。監督お忙しいからやっとこさ今日撮ってもらえることになりました。さあ、このすっごい面白いでしょ。これ何がどうなってこんな形になるんでしょうね。本当不思議。これをね、緑色の実物だったり葉っぱの近くに入れてしまうと、この個性的な形が目立たないので、ちょっとブラウン系の方に当てていきたいと思います。そしてスモークツリーをもこもこふわふわ入れていきます。間にも真ん中の方にはこんなね、大きいボリューム感のあるものは入れてしまうとボコボコモコモコしすぎるので、ちょっと小ぶりなところを合間合間に入れていって、最後の方に、外側に小さい、いや大きいところいきたいと思います。香りに癒されながら、可愛いお花たちをめでながら束ねていきます。その大人っぽいニュアンスがまたね、いいですね。いいよね。何とも言えない絶妙なヌーディーカラー。そうです、そうです。お、いいね。いい表現出ました。ヌーディー。かわいい。それこそ羽ちゃんと一緒に撮影するのももう本当に100万年ぶりぐらいにね。めっちゃ会いたよね。なんかバタバタと毎日もね、忙しくさせていただいてて、ね、大充実の毎日を、はい、このお豆さん、みんな絶対枝豆って言いますよね。枝豆、そうみたいですもんね、かわいい枝豆しかもめっちゃ実が大きそうで ね、本当に美味しそう。ルピナスの、ね、種なんだろうなと思って、そうこのねルピナス畑も見てみたいよね。どんなすごいんかなって、うん、かわいい。もうめっちゃかわいいですね。もう束ねてる。この、もう ここで、ここでかわいいもん。ここで。欲しいこれ。欲しい、欲しい人って言ったらみんな、はーい。両手上がっちゃう。皆さんも画面上でね手を挙げてくださっているそうですがそれも嬉しいよね。お花にしかない色っていうんですかね、うんうん、なんかニュアンスの色ってすごいですよね。自然すごい、うん、その生産者さんの技術よね、うん、またこのね、全ての上質で、特に日本の生産者さんの技術はすごいってよく聞きますけど、本当にあの、ね、見比べたことが私たちはなかなかあのないのでね、海外のっていうのも、でも本当にあの素晴らしいですね、美しい。それもニゲラの実、うん、ニゲラの実、大きい、あ、忘れてた、ちょっと久しぶりだと、あ、とっておきがちょっとふわふわも入れていきたいと思います。かわいい。これもちょっと全部っていうわけではなくてね、様子を見ながら足していきたいと思います。本当にあのそれこそね、あのずっとこの20年近く
おまかせっていうね、ハピカムにおまかせっていうブーケは非常に多いんですけれども、ここ最近より多いですね。もうおまかせ、楽しんでくださってるのがすごい嬉しい ね。 今月はどんなブーケが届くかなとか、どんなお花に出会えるかなっていうのを皆さんも一緒になってね、冒険心サチさんが楽しんでるからやとめちゃめちゃ楽しませていただいてますよ。私たちも、見たことないような、ね、大きいお花が見ることできたりとか、すごいお任せだからこその見れて嬉しいです。もう無言の無言の圧力がめっちゃ可愛い。可愛いですね。すごい。素敵。グリーンもそれぞれゆらゆらしたり、ゼラニウムの香りがしたり、うん、豆がね、実りを奏でたり、なんかすごいですね。すごいね。いろんなグリーンが入ってる。そしてモフモフ、そしてモフモフ、モコモコ、ふわふわ、モフってますねいろんな表現が、ねえ、またオーダーにモフったブーケお願いしますとかタフッとモフッとふわっとぴょんぴょんそう、なんか皆さんがすごくオーダーフォームに、あの補足情報欄に書いてくださるのがね、可愛くて、いっぱい応募とか、めっちゃ楽しんでくださってるなってわかるよね。かわいい、最高ですね。スモークツリーもほんのり色づいてね。そう、ちょっとね、これはピンクなんです。ピンクファーかな、はい、あ、欲しいなめっちゃ可愛い、しかもなんと YouTube お花のね、この束ねてたりアレンジしてる動画、記念すべき50回目です。おすごくない？もう皆さんが、うん、5000人、そして5000人を超えました。すごい、おめでとう、ありがとうございます。すごいよね、5000人を目の前にしたことありますこうね、この画面をの向こうには5000人の皆さんがね、見てくださってると思うと本当にすごいよね。もうこうしてつながれるっていうのは本当にすごいこと。あ最後にタフットも行きましょうね。監督が気づいてくれた危なかったじゃなかったら、もうみんな、あ、タフットって忘れてるって、タフットがないってなっちゃう。よかった、横顔ね、花瓶から見た時のタフットです。なんか大げさにね、見えなくていいの。ちょっと花瓶に入れた時の軽やかさを足していきたい感じです。横顔美人にもね、していきます。あ、でもこう垂らしても可愛いね。垂らすのとタフットとダブルでいきましょうか。かわいい。
めちゃくちゃ可愛いですね。このちょっとヌーディーカラーの、初夏のブーケ、スモークツリーだ、みんな大好き、モフモフふわふわ、そしてピョンピョン、タフッと入れてみました。完成です。欲しい人はい、かわいいね。どうでしょう、今日のこのブーケも皆さんに、たくさんのねお花の癒しパワーが届きますように、5000人、そして記念すべき50回、超えました。皆さん本当にありがとうございます。心強い応援、本当に励みになっています。これからも、チャンネル登録、そしてグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さよなら。あ、かわいい、めっちゃかわいいねこれ。欲しいな、これめっちゃかわいい。いいね、かわいいね、めっちゃ。